今のちょっとレースちょっと振り返りたいんですけれども、まあ、1マークつけ前で出て、まあ、もうちょっとで飲み込めそうかなというふうに見えたんですけど、どうでしたか、回った感じは1マークは。1番はですか、ちょっとそんな感じはなかったんですけど、ね、はい、4番に刺されたかな、うん、まあ、刺されたかなっていうか、なんかちょっと見たらなんか日差しが見えたので、はい、ならないでって感じでそれを見つつ2マークはうまく回れた感じなんですか。そうですね、はい、どうでしょう、現状仕上がりいかがですか。ですね、回ってからの感じが最初に比べて良くなってきたと思います。伸びとかそういったところはいかがですか。伸びは、最初前本さんが良かったので、うん、良くないのかなと思ってたけど、タイムは良かったので前本さんが次にだろうなと思って、伸び自体はそんなに変わってないですね、はい、まあ、現状満足のいく仕上がりにはなってますか。そうですね、はい。明日まあ5枠か6枠ということですけれども、ちょっとまあ西島君がいつも通り動くということで、まあどこだろうと面白いのかなと思うんですけど、どうですかご自身として。そうですね、まあ5枠向きからはい、はい、まあ、今回 G1 初優勝、そして優勝すればおのずとオーシャンカップの権利もついてくるんですけれども、そういった意識っていうのはいかがでしょうか。いや、そこはね、あんまり意識してないんですけどね、はい、新聞にね、書いてある勝負がけみたいな優勝しかないみたいなね、はい、何残っちゃって感じで見れたんですけど、なんかここまで来れたんでね、よかったです、ね、はい、ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。スタートの見え方どうですか。スタートの見え方はですね、これもそうですね、前傾から感じはね、いい感じで見えてるんです、はい、はい、スタートの合わせやすさをまずまずだと思ってます。いい動画はできそうですかね。はい、もう着々と準備はさ反省会じゃなくて、なんか縮小画みたいな縮小画だとね、後ろに金の枠がつくんでね、ポスター用意してるんでね。どうしますよね。楽しみしてます。最初は普通を求めていくお話だったじゃないですか、でその流れで回ってからの足がついてきて、現状での周りとの比較というかご自身的な手応えでどのぐらいの位置だと思われますか。位置ですか。まあ、今日小田さんの伸びとかね、すごく良かったし、はい、そうですね、まあ、出足関係前本さんとかね、千葉さんもそうですね、まあ、その次っていう感じになるんじゃないですか。やっぱ上位の次のランクにはなるのかなって、わかります。以上で終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。